はい、ということで、はい、本日は株式会社メガステップ代表取締の小山社長と、はい、はい、常務の田中さんに来ていただきました。硬いのやめよう。はい、コロナで亡くなった職人たちの仕事、これはまずいと急遽始めた事業は苦難の連続。いっぱい買っちゃった中古物件も土地も問題が山積み。果たして無事に理想のベストは完成するのか。小屋さん TV ベストプロジェクト、今日はですね、はい、安藤が勝手にインタビュータイムということで、はい、はい、ま、単純に、まあ、田中さんにちょっとぶっちゃけ聞きたいなっていうところもあったんですが、実際今の別荘プロジェクトとかを、まあ、東京本社側からまた田中さんはあの社長の側近として見ていて、まあ、今までの気候も全て含めどのように感じているのでしょうか。別荘を始めるって言われてどう感じたか。そうですね、一番最初に、はい、あとはまあ今までもきっと職人道場とかもきっと急に始まったっていうとあれですけど、なんですよね。急にというか、まあ、あの起こすまでは結構綿密に計画をして、うん、でも急に言い始まった、うんね、だから最初社長が別荘を探してて、うん、それは自分の住むための別荘を探してて、ああなんかこんな物件があるよとか、こんな物件が売れてるらしいよとか、うん、今那須の別荘ってこういう感じなんだよとか、別荘プロジェクトをやるって聞く前にまず別荘っていうのを徐々に刷り込まれていく。なるほど、あ、なるほど、洗脳から入るわけですね。大体そのパターンですね。なんかいきなりこういうことやると面白いじゃん、やろうよ、ドーンっていうよりかは徐々に、なんかこうで、なんかだんだんちょっと見に行きたい別荘があるから見に行こうよとか、俺全く興味ないんで、そういう段階の時って。で YouTube なんかもそうですよね、うん、YouTube、 こんな YouTuber がいるよねとか、こうだよね。で YouTube をやるっていう話からそうじゃなくて、なんか YouTube を小出しにされて、あ、なるほど、だんだんそういう風になって、じゃあやるってなってってとか、刷り込んでるわけじゃないもんね。でもだからそうですね、本人が興味があることなんですね、それが事業につながるように多分考えてっちゃうのかな、何なんですかね。なるほどね。だから最初聞いた時は全くピンときてないです。別荘やりたいんだよねって言われてもピンときてないっていうのは、そのメガステップ そのやりたいことと、メガステップの方向性と、また職人の価値向上とか、その理念実現とかと、社長がやりたい、例えば今回言った別荘が全然つながらないっていう。なるほど、なるほど。大体そこから始まるっすよ。全部そうです。YouTube もそうだし、別荘もそうだし。どのあたりから、あ、これは面白いかもってなってくるんですか？その刷り込まれてる途中の期間の。どのあたりからこうイメージが湧いてくるというか。イメージっていうか、ストンと落ちないと、うん、心が僕もこうストンと落ちないと、うん、落ちてない時すごいですよ、僕。ふーんっていうか。すごいっすね。そうなんすねっていう、そのあ、これは社長がやることなんすね。あ、完全他人事なんですね。他人事ひどいですよ、ひどいですか。いや、それなくないってよく言いますね。いや、全然興味ないでしょっつって、いや、やりましょうよ、やりましょうよとは言ってくれるんですよ。興味ありますよって口だけだけど。だいたいそれがあるね。結構多いですね。 YouTube もね、 YouTube もそうだし、だいたいほとんどそうですね。あの手この手で説得されてるのかもしれない。自分のやりたいことにこう巻き込む、うん、こう段階を追って、でだんだん僕もあ、だこれをやっていくとメガステップが良くなるなとか、うん、あ、こういう風に業界が良くなるなっていうなんかイメージがこう刷り込まれてストンと落ちたら、うんうん、なんかやりたくなってくるっていう。あ、だから結論で言うと、別荘最初に言われた時は全然ピンときてない、うん、また社長がやるんだ、社長頑張ってくださいみたいな。社長はそれ作戦なんですか、刷り込むのは。だから、ね、今ね聞いてて、
こうあなるほどなと思って、だから大体この職人道場やる時も、結局職人の地位向上と業界の価値創造っていうのをやりたい会社で、でまあ職人道場は別荘も自分のプライベートの別荘を探してて、で、あすごいいいなとかアウトドアとかいいなとか思ってて、そういう話をしてて、でまあコロナが来て、だから結局ね僕自身もやっぱりそれを事業としてやるんだったらワクワクしてないとできないから、うん、でもやっぱりでこの会社は職人の地位向上を目的としてずっとやってきてて、その別荘事業をやろうってなった時にワクワクはしないんだよね、うん、なんでか会社の仕事、会社としてやるって言ったらやっぱり今までやってきたことが切り離されて、一人でなんか新規事業みたいなのやってでなんか切り離されちゃって、だからねやっぱりつなげるっていう作業か、うん、職人 だから別荘って職人の地位向上なんだよって、多分自然とそうやってつなげていくんですよ、うん、みんなでやりたいから。でだってね、今までやっぱ僕も一人でねいろんな会社立ち上げて失敗して撤退してきたとかいろんなことがあったんで、やっぱり一人でやってうまくいかない、やっぱそれぞれのみんなで力を合わせてやるからまあ、うん、形になっていくなっていうのはもう教訓としてあるんで、うん、あの手この手でやっぱり巻き込む、そうです、うん、やろうって、じゃあやってくださいよって本当に言ってくるんですよ、ひどくないですか。役割分担で行きましょうって言って、僕はだ東京は東京で一応 やってる仕事もある中なんで、なんか、ね、まあね、この何年間かもね、うん、結構いろんな話もされるんですよ、うん、こういうの面白そうじゃんとかっていう、うん、なんかね自分の中でもフィルターがだんだんできてきて、最初は本当こっちからこっちでまだ実現しないような話だろうなとか、うん、なんかこうでだんだんそれがこう現地まで呼ばれるようになったり、リアリティがどんどん出てきたらまた次のフィルターに加わってきて、うん、っていう風に自分の中でも多分改造ができているかもしれない。取扱説明、取扱説明全部を真正面から全て受け止めないっていうか、あ社長今こういうところが興味出てきてんだろうなとか、うん、なんかそういうのありますよ、うん、なるほどなるほど、全部そこでやってっちゃうとね、結構私が入った時に思ったのが、またこれ変わるんですか、またこれやるんですかって最初は結構思って、それでもそれを形にして多分今までメガステップの方たちは来てたと思うんですけど、田中さんはその社長のそれに対してもう無理かなとか、もうこれはもう諦めた方がいいんじゃないかとか、なんかこう社長の行動に対してストップをかけたりとかしたこともあるんですか。ストップの方が多いんじゃないですか。ストップの方が多いんですか、うんうん、いやストップっておかしいけど、うん、言われて、分かんないことの方が多いんですよ。うん、何言ってんすかっていう。でそれもあとまあなんだろうな、分からないとやっぱ動けないから、うん、だから分かるために話し合いはめちゃくちゃしますよね。あめちゃくちゃ話し合いをする。だからその やらない理由とかできない理由も言うし、やりたくない理由も言うし、うん、でそれでも、うん、会社のために業界のためにやった方がいいよっていう風に、うん、いろんなあの手この手でこう説明をされて、でもそれでなくなった話ももちろんあるし、うん、形になった話もある。うん、結構脳から入る方が多いですよね。いや、うん、ノーとは言わないノーとは言わないけど、うん、あ、そうですかってそれでじゃあやりましょうよって最初はなるんだけど、はい、2,3 日ぐらいしてその話とかこっちはワクワクしてるから話すとすごいトーンがもうだからね、分かりやすいで、だからあなるほどなと、全然ワクワクしてないなと、じゃあどうやったらワクワクするのかなっていう、この楽しいことをどうやったら一緒にワクワクできるのかなってやっぱ考えて、うん、あの手この手っていうか、こんなに楽しいこと、うん、これ美味しいカレーだよみたいな、うん、食べてごらんよみたいな、それをずっとこう考えてまたそういう話をして、はい、でもね、だから職人道場を立ち上げた時は半年とか1年、うん、1年は起こしてないんですよ、こういうことをやりたい、うん、でもまああの頃って甲子園も甲子園っていう、 そう社団法人に力を注いでたから、会社結構ほっぽらかしっていうか役員もで、だから会社に戻ってきて もっと業績伸ばしていこうっていうタイミングで、
また新しいこと言ってきたって、うん、だからふうみたいな感じで、いや思い出したあれ僕がね、あの建設甲子園とかやって社長不在だよね、うんうん、7年か8年ぐらいもう会社の業務全部もう任せてやってきて、で理事長を次に渡すからって社長は会社に帰ってくると、うん、で社長何やろうと、社長が帰ってきたら何やろう、でも今まで自分たち任されてやってきたところに社長は戻ってきてああでもないこうでもないって言われたくないんだよね。だけど社長一緒にやりましょうよって口では言ってきて、これでじゃあ俺何やろうかって言ったら社長好きなことやってくださいでね、あの時すごかったよね。いやそれひどくない、女の子みたいな話よくしてて、ね、一緒にやろうよって言っときながらそうやって仲間外れするのやめてよっていう電話とかもそうだしね。いやその仲間外れにしてないですよ、いやしてるよ、えちょっとわかんないんでどういうことですかって言ったら、例えばなんだっけ、なんかちっちゃいこと言ったよね俺もね、なんだっけ寂しいよみたいな中学生みたいな、いや本当にねあれね、いや寂しいよとか、なんで俺も入れてくんないのとか、うん、そんなこと、まあ要はその気持ちか、うん、だって会議に行っても自分たちやってて、社長どうぞみたいな、好きなことやってくださいと、うん、でも一緒にやろうよって言ったら一緒にやりましょうって言いながらこう。で自分たちが今まで任されてることで手一杯だから、うん、社長が何か新しくやるんだったらどうぞみたいな、じゃあそれって一緒にやるじゃねえじゃんみたいな感じで言って、だからそういうね、情けない話だけどその本音とかも話して、うん、こう弾いてるわけじゃなくてストンって落ちるから動くし、ワクワクするから動くし、でも興味がなかったりワクワクしなかったら一切もうそういう、だから分かりやすいですよあの変にごまかされてるっていうかそのまんまで来るんで、僕もそのまんまでやって、うん、だから職人道場の時は長かったよね。そうですね、1年ぐらいかかりましたからね、1年ぐらい振り合わせて来た感じです、うん、また社長があってどんな会話してるか分からないですね、田中常務はぶっちゃけそんな破天荒な社長それでも離れなかった理由とかあるんですか？いっぱいありますよ、離れるよそっちの理由は多分ね、昔はねなんかただ好きとか、うん、そういう感覚だけでやってて、で他の社長と比べたらうちの社長の方がいいとか、だ人として好きみたいなとこで多分やってた。うーん、最近この10年ぐらいは、ああそうか、結構フェーズがある最初入社から10年ぐらいはやっぱこう好きっていう、人として好きとかなんか面白いとか、この会社いたらなんか楽しそうだなぐらいでずっとやってて、そっから今20年いるんですけど、次の5年間っていうのはこの会社にいたら成長できるなとかかな。でね、そっからあと5年はね、なんだろうな、難しいね自分のね、人生ってのを考え、そう、人生は考えたかもしれない、この5年ぐらい強烈に。自分、今までは楽しいとか好きとかそういうのだけでやってきたのが、このままこの会社にいて自分の人生が豊かになるのかとか、そういうのをやっぱ考えるようになっちゃったし、だからただ単純に社長一人のところで決めなくなったか、もちろん好きとかそういうのがあってのあれなんだけど、そこだけで決めてない。だからその会社の可能性とか中にいる社員さんとかいろんな理由が増えた、この会社に残る理由が増えたかな。だから社長一人がどうだから残るとかではないくなってきた。で自分の人生をそこにかけてもいいと思ってるから今いる、難しいですね。だそうです、まあ、ここら辺の話はよく2人でするんですよ。で、やっぱりね、はい、独立してったりね、うん、いろんな人がいて、うん、で、まあ、何のために働いてるのかとか、あと、まあ、もちろん稼ぐとか、うん、まあ、独立して稼いでいく人たちもいるわけだし、そういう中でいろんなそういう話し合いと、うん、あとメガステップっていう会社は職人の地位向上、うん、業界の価値創造をやっていく
だからそういういろんな葛藤とか、会社のね、これからどういう形にしていこうかとか、その話は結構よくしてるんで、で、なんか考え出したらすぐ分かりやすいんで、はい、まあ、そうだろうなっていうふうに思って、うんうん、いやもう本当にだから、はい、残ってるのが当たり前とは思ってないし、うん、やっぱやっぱ考えますよ、飽きさせないとか、飽きさせないじゃないけど、うん、常にね挑戦できたり楽しかったり、うん、そういうことを出し続けていかないと、それはね一生さ、もうお前はもう死ぬまで抜けらんねえからみたいな話じゃないじゃないですか。みんなそれぞれの人生があるし、それぞれで選択もできるわけだし、だからそれはそれでちゃんと分かってるんで、もし離れていくんだったらそれは力不足だなって悔しいだろうし、でもそうならないように努力とかも、まあね、そうならないような会社作りとかしていきたいし、まあね、常務なわけだからそういう部分も含めて、今そういう残る理由が増えたっていうのは、うん、自分一人がそういうふうに感じたとしても、そうじゃない、ね、仲間がいたり、こう分かんないですけどね、こいつ残して抜けられないなとか、まあ、分かんないですけど、いろんなそういう理由もあるのかなとか思いますね。あんまりちょっと怖い話ですね、このネタはまあでも話し合うようにはちょっとしてる。なんかそのモヤモヤが出た時とかは、あ、もうね、自分だけじゃ処理できない話なんで、この辺ってそこはもう話をするようにしてる。うん、結構無理やりでも。あ、でも結構突っ込むね今日私インタビュアーなんでじゃあ最後に田中さんから、客観的に見たメガステップどうですか？あ、だからまあ昨日会議でね、みんなに話した通りで、やっぱ第三創業期っていう、もう本当その通りだなと思って、昨日だっていた社員の、ね、メンバーを見ても、当時からいた人なんて誰だ ?3 人とか4人ぐらいか、残りの20何人っていうのはもうほとんど新しいメンバーとか、まあ、中堅層みたいな感じなんで、いやもう本当に第三創業期にふさわしいメンバーが集まって、で今まで職人っていう部分の仕事しかできてなかったけど、今度、ね、いろんなまた事業の展開もあるし、でもそれって多分この職人道場がないとできない全部ビジネスモデルだから、可能性は無限だなっていうのは思ってる。だからそこの今一員としてやれてるっていうのはすごい充実してるし、自分の役割っていうのはまだあるなと思ってるんで、まあ自分の話だけど、あとはその今いる社員の人たちがなんかそれぞれにそれぞれのなんか長所とか、自分の役割はここなんだとか居場所はここだっていうのがなんかこうスッと一人一人落ちていくと、なんかもっとやりがいにつながるのかなとか、なんか個性でやっていった方がいいかなと思う。なんか一人一人のそれを生かしていくような会社だと思うし、で足んないとこはおぎあいないながら行けばいいなと思うんで、じゃあもう私が泣きそうなんで終わりにしたいと思いますはい、どんな感じで締めますか、社長？社長はね、こういう会話は苦手もう何話されるのかずっとバラバラしながらね、ね、あの自分のことだから、ちゃんとね、分かりやすく一人一人が素直でお互い、いると、いろんなね、本当にいや社長どうのこうのなんて矢印がある時もあるし、でも分かりやすいから、なんか今日ねモヤモヤしてんのっていうふうな声をかけることができたりとか、でそういう感じでね、みんななっていくことによって、まあ人同士のことだから、いろんなトラブルとかね、こう通じ合わない部分とかも早めに、ね、解決していけたり、そういうことで。平均年齢もね、すごい若くなったんで、本当みんなで、ね、ワクワクできることをやっていけれる会社作りを励みます。下手こいたけどね。あれみんなで返しこう。850万の別荘を400万で買ったね。はい、そういうのもみんな手伝ってもらいながら、社長も頑張ります。ありがとうございました。